こらせっと、よっこらせっと。お疲れ様です。今回なんですけども、もうサムネ見ていただけたらわかるんですけども、今年7月、に出たと思うんですけどもね、サングラスなんですよ。そう。サングラスのね、たった3分で即完売しましたサングラスなわけなんですけども、3分ですよ、2分か3分ね。で、何種類か出てたと思うんですけども、もうその中でね、私ね、あるわけなんですよ。まあまあサムネには載ってるんですけども、こちらあるんですけども、今回はパンティードロッパさんのパンティードロッパっていうね、サングラスがございまして、それはね、まあバイカ、単車乗りのためのサングラスでございます。そしてなおかつね、日本人に合った、日本人に合わせたサングラスでございますので、それをね今回紹介していきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。ということでね、こちらあるわけなんですよ、パンティードロップさんのサングラスなんですけどもね、あるわけなんですよね。まあケースはねそこまで頑丈ではございませんが、まあね、このこれですよ、白フレームね。でこれね、これレンズあるじゃないですか、レンズね。もう本当に限界の、私の目って大体まあ見えるじゃないですか、見えるでしょ、目透き通ってね見えるんですけども、こちらのサングラスは限界、もうメガネ、もう見えるか見えないかぐらいのまでに暗くしているサングラスでございますので、ほんと限界までね、例えばメガネ、かけ直しますね。目ん玉がね、なかなか見えづらいでしょ、ほんと限界まで暗くして暗くしたレンズなわけなんですよ。で、やっぱりね、バイカ、バイカヘルメットに、メットかぶって、まあ、これをつけてですね。だから若干ね、ここのね、鼻の、まあ、結構ピチッとくっついてるわけなんですよ。まあね、鼻当てのとこあるじゃないですか。これが若干低いわけなんですよ。だから風が入らないように、ピチッとくっついた状態でね、使えるアイテムでもございますし、普段でもね、使えるアイテムでもございますので、これはなかなか面白い、面白いっちゃ面白いでしょ。ね。で、白フレームもね、私大好きでございますので、レイバーもなんか持ってたと思うんですけどもね、あとブラックフライだったと思うんですけども、いろいろとまあフレームの色はね、いろいろといろんなものを試してですね、楽しんでるわけでもございます。で、まあ今回はね、パンティードロップというようなドロッパー、パンティードロッパーってね、いうようなね、メガネをね、まあ、紹介にするにあたってですね、まあ、ことを細かく見ていきましょうということでね、やっていきたいと思っておりますので、まあ、限界があるんですけどもね、動画では。で、ここにね、メイドインジャパンというようなね、ものが書かれておりますし、で、パンティードロッパーというようなね、ロゴもここに書かれてるわけなんですよね。で、まあね、素晴らしいんですよ。このね、もうなんて言ったんですかね、このフレームが。ちょっと丸みを帯びた。丸みを帯びた、ちょっとね、ごつい、フレームなんですけども、厚みはね、そこまでね、こちらのね、ものとはまた厚みは全然、薄いですので、薄いでしょ？薄いですので、まあ、鼻の高さはね、若干ね、そこはね、別にね、調整していただけたらいいんですよ。別に改造というわけで、まあ、改造して鼻を高くするとかね、そういったこともできますので、別にね、それはね、
個人個人ね、やり方、あの、メガネの、メガネ好きといたしましてはね、そういったことをこだわるじゃないですか。鼻の高さもね、こだわったりしますので、でも、日本人に合わせたサングラスでございますので、そして何よりもなおかつ、ね、バイカー、そう、単車乗りのためのね、サングラスなわけなんですよ。で、本当に見やすいですよ、これ。めっちゃ黒く見えるでしょ。めっちゃ黒く見えるでしょ。全然ね、これね、見てたら、全然暗くないんですよ。全く暗くございません。うん。だから冬でも使えますので、これはもう本当に素晴らしいアイテムが出たなぁ、ということでね、やっぱりね、たった3分で、即完売された。さすが。さすがですよ、その点は。うん。だからこれはね、まあ、これ再販されたものなので、やっぱりそこまで人気があるのかなということと、まあ、ちょっとね、まあ、知られてない方はね、あの、分からない方もおられると思いますが、まあ、まあ、特にバイカー、うん、サンシャノリーの方は大体知ってるのかなと思う、うん、私はね、思うと思っております。でね、今回ね、こういったものもね、紹介していきたいと思っておりますので、前は白山メガネ店のメガネだったでしょ、うん、今回はね、こちらのね、サングラスをご紹介いたしましたので、まあね、サングラスはね、いろいろといろんなフレームがあったらね、いろんなメーカーもございますので、それはね、やっぱり個人でね、選んでいただきまして、楽しんでいく、うん、その行為がですね、またね、楽しいじゃないですか、本当にね。ね。まあ、メーカーのブランドの良し悪しもございますので、その点はですね、私も楽しんで使っておりますので、またね、そういった動画もね、アップロードしていきたいと思っておりますので、何卒ね、応援の方とね、コメント欄もお待ちしております。長々となっちゃいましたが、今回はね、パンティーブルーなんだ。もう名前忘れ。やばい。名前忘れる。パンティードロッパーですか。のサングラスをご紹介することに至りました。それではですね、今回これで失礼いたします。ありがとうございました。ほんと一緒ね、面白いでしょ。で、単車乗りにも使えるのと、あと街中でも使えますのでね、その点は全然いいのかなというアイテムでもございました。それでは失礼いたします。ありがとうございました。